皆さんこんにちは、プロゴルファーの鎌田ハニーです。今回はヘッドアップを防ぐ練習法をご紹介したいと思います。私が実際に取り入れている練習法なのですが、このように前にバンカーや木などがあるとどうしてもスイングの時に前を気にしてしまってヘッドアップというする、ことが多くなってきてしまうと思います。そのために、私も取り入れている練習法なのですが、構えた状態でここで目を閉じます。目を閉じてボールに打つっていう練習をしています。これは何でいいかというと、目を閉じているとボールに当たるまで目を開けることができないので、それまでヘッドアップ、頭の位置を変えずに振るっていうことができる練習法です。ちょっと実際に打ってみたいと思います。このようにヘッドアップというのはトップだったりダフリだったりいろいろなミスにつながってしまうので、気をつけて練習されてみるといいと思います。この練習法はなかなかコースでは実践できないと思いますので、ぜひ練習場で試してみてください。この練習法の時にスイングは本当に軽めに3クォーターぐらいの気持ちで打たれるといいと思います。